はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、星庵 TV の時間がやってまいりましたけども、本日なんですけども、もう、まあ、前回に引き続き、ヌーバランス、ニューバランスの、M2002R のご紹介をしていきたいと思います。まあ、前回、紹介、したモデルがですね、まあ、こちらの、ファントムマグネットですかね、はい、まあ、シューレース、ちょっとまたダークグレーの色が、チャコールが来たので黒のままですけども、はい、まあ、前回の動画ではこちらをご紹介一応させていただいたんですけども、今回はまあサムネ通りなんですが、小話じゃないですけど適当に喋っていきたいと思いますが、この色がですね、2,3 ヶ月前に東南アジアで、はい、東南アジアで先行発売されてたんですよね。で、まあ、私は、ちょっとバイマを、使いまして、韓国のシッパーさんというか、まあ、バイマ使ってる方から、購入したんですよ。その時、まあ、全部、送料、関税全部込み込みで 17,200〜300円ぐらいでしたかね。まあ、通常よりも1,000円ぐらい高いぐらいだから、まあ、いいや、先に行っちまえと思って行ったとこですね、まあ、送りましたという発送メールが来たんですけども、その発送メールのトラッキングが追えないんですよ、全然10日経っても。で、まあ、本当10日経っても追えなかったんで、そのままこのバイマの出品者さんの方に、連絡を取り、まだ来てないよと、これいつになったら来んのかなという形で、問い合わせしたところ、ちょっとお待ちくださいと、っていうか、ちょっとお待ちくださいも2日かかったんですけどね、すっごいレスポンス悪かったんですよはい。で、返ってきた答えが送ってませんでしたと。なんでトラッキング番号よこすんだっていうね、はい、空売りされましたっていう、はい、そういう話になります。なんで、あのバイマでも、結構そういう今空売りが多いので、購入先さんの方とは結構密に連絡を取り合って、買った方がいいかと思います。はい、そんな感じで進めてまいりたいと思います。はい、今回この買ったのが、はい、M2002R の HN ですね、の、オリーブを買いました。これが、まあ、2カラーで出てたコアカラーパックという名前で発売されたモデルになりまして、私はその中のオリーブを買ったんですけども、まあ、他にベージュというか、ちょっとマスタードみたいなのが出たんですけども、はい、オリーブがこちらになっております。で、いかがでしょうか。はい、オリーブなんですけども、結構ね、オリーブってまあ、デジカメとかでも、まあ、スマホでもいいんですけど、写真撮ってる方は分かると思うんですけど、なかなかね、ベージュ、カーキ、オリーブってズバの色出ないんですよね。なんでこれが結構どこのサイトも色飛びとかしてて、どうなんかなと思いましたけど、ちょうどいい色で、はい、やってまいりました。はい、結構いいですよ、この色は。と思い、はい。だからこれがね、ジョーンドだったら、バズってんでしょうけど、まあ、普通の M2002R だからそんなにバズってないっていうね。まあ、買ったところもこれ、私、フリークスストアさんで、7月16日発売日に、買ったんですけども、公式のニューバランスさんでは、まあ、結構固まるというね。はい。ガチガチに固まっておりましたけども、復旧してからは、この色は結構普通にサイズ残ってるよっていうね。まあ、残るなとは思ってたんですけども、ちょっと早く欲しかったんで、フリークストアさんの方で、はい、お気に入りリストに入れたまま買いました。はい。が、こんな感じになっております。どうでしょうか。まあ、この頭部のこの補強部。まあ、シンセティックでしょうけど、まあ、スウェードって言っちゃいますね。まあ、このスウェード調ですね、まあ、スウェード調部が、まあ、本当にミディアムの本当に、ね、本当純粋なオリーブカラーになっております。そしてこのメッシュ、トーボックスのメッシュ部が、今多分ですね、この光で反射して光沢感が出てると思うんですけども、実際はそんなに光沢はないです。まあ、半光沢と言ってもいいぐらいだと思います。はい、確かテディ・サンティスの、990の V3 の、オリーブの方があると思うんですけども、あちらのこの、アッパーのトーボックスのメッシュの方が多分もっと光沢感があると思うんですよね。おそらくなんですけども、見た感じ、はい、これ結構そんな、まあ、多少の光沢はありますけど、そんなに、はい、この動画で映るほどの光加減はないです。はい、
あとこのスローで合ってますここはまあダークモカブラウンみたいな、ほんと濃いダークブラウンになっております。ちょっとねちょっとなかなか映んないですけど、こんな感じで、はい、なっております。でここはアウトサイドと、はい、まあエナジー搭載なんで、まあここにエナジーといつもの通りに、はい、印字してありますね。はい、ここに 2002R、 はい、ここ 2002R ですね。はい、はい、こちらがヒップ、ヒールカウンター部でインサイド部になっております。あとはまあ 2002R の特徴としては、ほんと細かいんですけど、ここがですね、なんつうんですかね、この、ここのソールよりもここのが白いっていう感じですかね。細かい感じの色でカラーブロッキングされております。タンブがまあオーソドックスな、はい、こういう形になっております。でですね、これ、ちょデフォルトの紐なんですよ。私がちょっとお気に召さないというか、まあ別に大丈夫なんですけども、太番手のいつも言いますけど、この太番手の糸を使った、シューレースなんですけども、片っぽちょっともう先に変えてみました。はい、こちらです。どうです、こちらですね、またニューバランスの、純正のシューレース、オートミールカラーですね。はい、こちらになっておりますが、この純正のやっぱシューレースの方がですね、気持ち、細番手の糸で編み込んであるんで、よりコットンというか、より 100% コットンという感じの、はい、シューレースになるんで、こちらの方がやっぱり私好みなんですよね。はい、で色がですね、これ映りますかね、これ映ります、映ってますちゃんと。ちょっと俺も調整しますけど、調整 できなかったらごめんなさいなんですけども、こちらがデフォルトのシューレースのカラー、こちらが、オートミール、ニューバランスの紐のオートミールですね。はい、こんな感じになっております。パッと見ですね、まあ実物見ると全然違うんですけども、やはりこっちのオートミールの方が、私は気に入っております。はい、皆様もぜひ、この辺でちょっと遊んでみたらどうかなとは思ってはおりますけども、はい、そのまままた、この辺の、デフォルトの仕様で、最後を撮っておりますので、そのまま、そちらの動画へどうぞ。はい、ということでいかがだったでしょうか。はい、連発してね、この M2002R のご紹介をしてまいりましたが、次はどうなるかという形なんですけども、完全に私も沼に浸かっておりますので、もうどうしようもない形なんですけども、はい、まあ今月もちょろちょろ、欲しい、まあ 2002R ばっか買ってもしょうがないんですけど、まあちょっと欲しい 2002R が国内で出ると、月末にちょっと欲しいやつが出る予定になっているカラーがありますので、そちらを狙っていきたいと思っております。はい、そんな感じで本日は終わりにしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。さようなら。